この動画の屋外撮影パートは緊急事態宣言前に撮影されたものです。ご安心ください。どうもこんにちは。 BMW のかっこいいバイクがいっぱい並んでるね。大さんが去年試乗させていただいたトム・クルーズになれるバイクですね。お、そしてこいつは SN ダーブロー。最近やっと納車が始まったみたいですね。はい、でここは修理工場ですね。今岡さんの S1000R がメンテナンスされてます。1年点検かな。メンテナンスしていただいてるんですけど、まあそれが大体3時間ぐらいかかるということなんで、大人気のモデルがあるんでちょっと乗ってきてくださいということで、ご提供いただいたバイクがあるんですよ。はい、皆さん一体どんなバイクだと思いますか？それはこいつだ。あれ、この子は S1000RR さんですか？え、違う、シメントリー顔ですし S1000RR に見えますけど、あら、 XR って書いてある。こいつは F900XR ですね。はい、デュアルパーパスロードツアラーといったところでしょうかね。はい、F800GS とかあるじゃないですか。あれ系のパラレルツインエンジンを 900cc にボアアップして、これ S1000XR って言って、あの岡さんの S1000R をですね、こんな感じで車高を上げてデュアルパーパスにしたモデルがあるんですけど、まあその XR をこのパラツインの F900 に持ってきたっていうですね。まあかっこいいんですけど、まあ F850GS とかあるし、なんかちょっと目立たない感じはするんですけど、実はこいつめっちゃ売れてるらしいんですよ。でね、こいつがなんで売れてるのか、そんなに人気があるのかっていうのをですね、これから乗って検証していきたいと思います。はい、そう、また上がってきます。はい、足つきですけど、これ XR ですよね。あのデュアルパーパスの車高の高い F850K より全然いいですね。身長170台だったら、おそらく高と前つくと思います。岡さん膝曲がってますしね。なんか 400X みたいだな。アスパラに来見てる、なんかこの感じめちゃめちゃ 400X 感ない。なんか似てるんだよな。まあこれは手動ですね。さすがにゴールドウィングみたいに電動ではいかないです。なぜならですね、こいつあの値段聞いたんですけど、なんか確か120万円か130万円ぐらいで買えるらしいんですよ。というか、こいつの人気の理由は、まず安いっていうところにあるみたいですね。あとはちょっとどんな感じかっていうのを乗っていきましょうかね。はい、スイッチ、ボン。こいつキーレスですね。エクソワー。じゃあエンジンつけていきます。わう。エクソワー。いつも通りの F800系エンジン、BMW のパラツインのエンジンって感じですね。それでは早速行きたいと思います。じゃあですね、いつも三瀬峠ばっかり残ってるんで、今回は二見ヶ浦行ってみましょう。はい、発進。ゴー。なんだこれ、すっげー乗りやすい。 いやちょっと待って、ちょっと待って、これ BM ですよね。ほんとこれなんか 400X みたい。ホンダ見て、このあのクラッチをね、つないで発進した瞬間になんかあれと思って、癖がなさすぎてびっくりしましたね。本当にうまいわ。 BMW か。じゃあもう一回発進しまーす。おー、乗りやすー。いやでもね、このシールドを開けてエンジンのね、メカノイズを聞くとガッチャガチャいってるんで、あ、これホンダじゃねえやと、そこで気がつきますね。はい。BMW 独特のですね、このメカノイズ。ああ、でも走ってたらちょっとヌーダ感あるわ、ヌーダ感。これですよ、これ。BMW のこのツインエンジンっていうのは、このパルス感がやっぱり独特なんですよね。まあ、ハーレーもツインエンジンですけどね、V ツイン。どこ。ドゥカティもね、L 型ツイン2気筒ですけど、タカ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 。なんていうんですかね、この BMW のこの2気筒のこの感じ。ドカティほどではないんですけど、ガチャガチャはしてるんですけど、やっぱりすごい電子制御が効いてて、整ったガチャガチャ感っていうんですかね。なんか規律正しいガチャガチャ感。さすが BM。さすがベンベドイツって感じですね。ちょっと待って、これ本当に 400X みたいなのこれ。めちゃめちゃ似てるけど、900cc であるという感じが全然感じないんですよ。扱いやすすぎて、排気量をね、過小評価してしまうような。こいつ 400cc もしくは 500cc かぐらいの勢いですね。曲がりくねったワインディングロードやね、あぜ道を走ったわけではないんですけど、とにかくこいつの乗りやすさは異常ですね。僕が今まで乗ってきた BMW のバイクの中で一番乗りやすいと言ってもこれは過言ではない。めっちゃ乗りやすい。それでいてね、足つきもあんまり悪くないしね。はー、先ほど店員さんもおっしゃってたんですけど、やっぱりこいつの人気の理由は価格が安いっていうのと、あと軽くてすごい乗りやすいって言ってましたね。いやー、お腹空いたな。いつもおばさんが食べに行くブリュレのお店に行こうかな。いやー、こういったツアラーのバイクでこうやって景色を見ながら走るのはいいね。ここを右に回ると、フタミガウラ。今日は天気もいいし、ライダーさんいるでしょう。あ、そうだそうだ、このバイクの装備とかあんまり言ってなかった。ここにモード変更ボタンがついてますね。ロード、ダイナミック、レイン、3パターンですね。で、ロードが真ん中で、じゃあ次ダイナミック行ってみましょう。で、グリップヒーター、あ、切れてた。まあでも今日は暖かいからいいや。ダイナミックモードに変えたらどうだ？お、
もっと速くなった。はい、そうなんですよね。この BMW はやっぱりこの電子制御がものすごく優秀で、さすが ABS の概念を二輪車に初めて導入したメーカーですよ。このモード変更もですね、このサスペンションの硬さとか、このエンジンのパワーの出方とか、このアクセルの付きが変わるんですよ、ガラッと。だからこういったね、ちょっとワインディングとか開けた場所で元気よく走りたくなったら、その場に応じてちょこ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 モードを変えてあげるといいですよ。うわ、ここはもうすぐ海が見えてくるんじゃないかな。見ててごらん、綺麗な海が見えてくるよ、ほら。まあ素敵、コーナリングも気持ちいいで、車輪コツーリングですか、ご一緒にどうですか、牽引しますよ。あー、糸島の海やっぱ最高だな。ほくり、おお、瞬発力もある。ヌーダもですね、この F800 系エンジンを 900cc にボアアップしてカスタムしたモデルですけど、まあ、あれほどのパワーはないですけど、ちょっと似てますね、パワーの出方の感じが。さすが BMW。 ナットカフェ着いた。この青いコンテナですね。え、開いてる開いてる開いてない。はい、なんかリアルが充実してそうな方々が多いですが、え、お母さん、男一人で入れるお店あるかな。ここで昼ご飯食べようかなと思ったんですけど、もうビーチバレしてる。え、まだ早くね、上司に裸になるには早いぞ。あ、もうすぐ終わっちゃう、終わっちゃう。はい、U ターンしよう。 U ターン、うわ、めっちゃしやすい、めっちゃしやすい U ターン。おお、ちょっとこいつの乗りやすさは極まってますね。はい、じゃあその辺のお店に入ります。どこで食べようかな、ここにしよう。駐輪場が開いてない。おめっちゃハンドル切れるこいつ。はい、満席でした。はい、おしゃれなお店でね、美味しいご飯食べたかったですけど、あまりにも混んでるんで、バスへの居酒屋の昼の定食ランチとか食いてえな。八代亜紀の船歌がかかってそうなお店。しみじみ飲めばしみじみと、なんかこういったね、漁村っぽいところにね、そういった船歌が流れてそうな定食屋さんがありそうですけどね。あとやっぱね、こいつデュアルパーパスでサスペンションのストローク量がめちゃめちゃあるんで、まあ全ての衝撃を吸収してくれますね。あ、いやいやいや、全然ならない。これこそツーリングのバイクだな。いや、お母さんはやっぱりツーリングは全部 SNR で行ってますから、こういったね、ちょっとボコッとしたマンホールのあるでしょ、余裕、何も気使わんでいい。まあ本来ならこういったバイクでね、ツーリングすべきですよ、本当に。こっちかな、ねえなあ、定食屋さんポツンとこういったところにあるんですけどね。チョンポンとか、お、姉ちゃん、え、そこ飛び越える、飛び越える、そこは無理あるでしょ。あ、飛び越えた、ごめんね。いや、 BMW はメカノイズが大きいから、それはニャンちゃんも驚くわ。これが 400X とかホンダだったら逃げんかったかもしれんですね。こういったこう砂利がね、ちょっと溜まってるような、こんな道でもなんも怖くない。この速度域でも 900cc でハンクラッチしなくていいですからね。だから 400cc みたいって言ってるんですよ、さっきから。この低速域でのまあ扱いやすいこと。だってさっきからお母さん足ついてないですよ、こういった交差点とかでも。ほぼ止まるような速度で、ノーマルマフラーもね、割と静かなんで、住宅街もそんなに気使わないですしね。ごはん屋さんないな。はい、ごはん屋さん何もありませんでした。見た目のいかつさからはあんまり考えられないぐらいのこの純朴な乗り味ですね。かといってね、このダイナミックモードにしてね、アクセルグッとひねればですね、こんな凶悪な加速を見せてくれますね。なんちゃってヌードだなお前は。ハンバーグ屋さんじゃないですかこれ。お、あ、止めたらお店帰ってきちゃった。戻ってきちゃった。はい、ただいま。はい、皆さんいかがだったでしょうか。 F900XR、 いつもよりもですね、さらにこのコナミ感の強い試乗動画だったと思うんですけど、パッと降りて見てみると、あ、やっぱこいつ BMW だったんだって気がつく感じですね。バイクって乗ってると見えないじゃないですか、自分からは。だからこの降りて振り返って眺める楽しみがあるんですけど、いや、こう見るとなんかいかつくて重くて重心高くて乗りにくそうな感じするでしょ。いや、でもね、僕クリスぐらい乗りやすかったです。ホンダかもしくは 400cc かみたいな、 900cc のなんかその扱いにくさ、とても扱いきれないみたいな、そんな感じなかったですしね。車重が210kg ぐらいあったかな。もうこのクラスとしてはもうとにかく軽いってことですね。はい、でここにいるのがこの GS ですね。 F750GS さんですね。こいつの方が排気量150近くちっちゃいんですよ。やっぱこの辺の
ボリューム感とか、あとこれ重さがやっぱり全然違いますね。この F900 っていう軽快なロードスポーツモデルに GS のツアラー感っていうのをこの付与したモデルになるんですね。価格が安いっていうのとかっこいい、あと最新型っていうのもあってめちゃんこ売れてるそうです。ちょっと気になった方はですね、ちょっと調べられてみてください。こいつはツアラーとしての完成度は非常に高いです。ちょっと地味ですけどね。では背景を聞いてお分かりしましょうね。